さあ始まりました、ヤロッサ福井。今回は福井といえばお蕎麦です。ということは蕎麦打ちとも深い関わりがあるんです。さあ今回やってきましたのはこちらです、越前蕎麦道場。こんなに素晴らしい立派な場所があったんです。早速行ってみましょう。お邪魔します。よろしいですか？あ、よろしい。あ、かしこまりました。失礼いたします。こちらの越前蕎麦道場は、蕎麦の食文化と福井の蕎麦を伝承することを目的に、道場主中山重成さんによって1985年に建てられた日本で最初の蕎麦道場です。蕎麦打ちの体験はもちろん、蕎麦道場始まりの地で蕎麦打ちの技術を高めようと、県の内外から多くの蕎麦好きが訪れています。あ、どうもこんにちは。どうもこんにちは、いらっしゃいませ。あ、よろしくお願いいたします。愛好会の田中と言います。どうぞいらっしゃいませ。よろしくお願いいたします、はいはい、いや、素晴らしい場所ですね。こんな場所があったんですね。あったんです。うちのこの創業者であります中山重成が、お蕎麦が大好きで、このお蕎麦を何としてもこの全国の皆さんにお知らせしたいという拠点をこう設けて、各地にこう出かけるための基礎場所やったんですよね。はい、でどうしてもいかんせん一人では成り立ちませんので、そこで福井そば打ち愛好会というのを平成10年に設立しまして、で今25年目になりますが、ずっと続けてきて、でここで一般の方も含めていろんな形でそば打ち体験をしていただいて、はい、その体験したおそばを召し上がっていただくという普及活動を今続けています。それを紡いできているということは、田中さん、まあ、あるいは会の皆さんが今、活動の拠点として、はい、まあ、管理もされているということでしょうか？はい、そうです。私たち福井そば打ち愛好会がここを運営管理をしていると、任されているという形で、中山この重成氏の意思を継いで、福井のおそば、特に越前おろしそばという名前で、全国 の方々に召し上がっていただく活動をしています。そうですか、はい、もう本当気になるところがいっぱいあるので、はい、早速中を拝見してもよろしいですか？はい、はい、どうぞいらしてください。お入りください。行ってみましょう。どうぞ、はい、こちらの方へどうぞいらしてください。おお、はい、なんですここ？ここはですね、一般の方、はい、ここにいらっしゃいます、はい、でいろいろお仕事されているこの全てのものを忘れていただいて、ここで一回今日はそば打ちして、リフレッシュしたいという、はい、ここで、しばらく歓談していただくという場所でございます。なるほど、はい、俗に言うなんですか、いわゆる日頃の喧騒を忘れてというような。そうです、そうです、そうです。これ明らかにおそばのお皿ですよね。そば皿です。はい、いろいろあるんですか？はい、いろいろある。柄ってこんなに面白いんです ね。 そうですね、集めていくと、はい、これはキリがないほどございますが、そんなにあるんですね。はい、はい、そしてその視線をちょっと上に向けますと、はい、立派なこの額縁が、皆さんの写真が飾られているんですが、はいはいはい、これは名人という形ですか？名人ではないんですが、はい、段位を超えた称号というのを作ろうと、ほー、そういうことで、中山重成はこの誠という上にありますが、これ清少と呼びます。清少、はい、誠の匠と書かれてますね、はい、私たちの姿勢を見てくださいという方を選んでいます。なるほど、初代から続きまして、はい、そして、今現在5代目まで、はい、そうですね、5代清少、はい、これ清少大会を始めて10回目になります。あ、そうなんですね、はい、10回ですが、はい、毎回その清少という方をが出てくるわけではないです。で今回はもう少し皆さん精進してくださいということで、はい、ごめんなさいという場合もあります。ちょっとこれも気になるんですよ、はい、どうぞ上がってみてください。これこそ福井らしいと言いますか、なんかこう越前タンスからくりダンスみたいなね。そうです、で階段になってる、はい、どうぞ上がってみてください。こう上上がれるようになっていますが、これね、はいはいはい、上がるのはいいんですけど、はい、心をつまりは頭打ちなんですよ。はい、そうなんです。どうぞ上がれますので上がってみてください。ああ、はい、そうです。おお、
はい、じゃあこの場所はですね、はい、中山重成が各地に出かけた時に、あ、ここはいろいろあの方とお話をしたり物を見たりした時に集めてこられたコレクションって言えばいいのか、自分でこれは大事かなと思ったものをここに集めてきたというような場所です。ここに至るまでの道のり、時間の経過、全てが何か詰まってる。そうですね、思い、55歳まで現役で頑張っていらっしゃって、その後そばにもう亡くなるまで約30年ちょっとですが、全てをそばにつぎ込んだ人生って聞いていますね。ではこちらの方お入りください。どうぞどうぞ。はい、今度はなんかステンドグラスとプロペラと迎賓館ですね、ここで。あれ、さっきの清少の方々とは違いまして、今度またずらっと、ね、お写真が数が多いですね。はい、でここの部屋は全日本素人そば打ち歴代名人の方々の部屋になっています。いろんな各地でいろんなそばの打ち方、はい、美味しいそばを作ってたと思いますが、うん、それがなくならないようにしてほしいと、やはり素晴らしい技術を持った方を作ろうと探そうということで、うん、こういう大会を始めています。この福井そば、ルネッサンス推進実行委員会というのは福井県が今主導権を握っていまして、はい、福井そば打ち愛好会は当初はメインでもあったんですが、だんだんとそこは県の方にお譲りをして、私たちはその選出がこの本選に出るために、予選会をします。はい、この予選会の中で、この大会に本選に出るための人たちを選抜してくるということで、そこから本選に送り出している作業をしています。あ、そうなんですね。はい、さあまた別のお部屋に来ますと、今度はドーンと、これはそば堂でいいですか。はい、そば堂です。書道とか剣道、柔道、まあいろいろありますが、はいはいはい、その道を目指す、そばの道を目指す、あ、この上に、天狗さんがあります。はい、この天狗さんの意味が、やるなら一番を目指しなさいと、ね、頂点を目指して頑張れということを含めて、はい、ですがお顔が怖いお顔をしてらっしゃいます。ね、で頑張ってもし一番になったとします、はい、けど絶対に威張るなと、はい、ね、あ、そういうことです。今私が思ってたのは、天狗ってあまりいい言葉では使われないじゃないですか。はい、そうです。天狗になるっていうのは、はい、どちらかというとこう否定的な表現をされますけれども、はい、天狗のように高いところを目指す、そうです、もうおごり高ぶるなということなんですね。そうです、そうです。ということで、このそば堂に足を踏み入れてみたいと思うんですが、はい、どうぞ体験させていただきます。はい、どうぞいらしてください。待ってました。はい、今からね、楽しんで、はい、そば打ち楽しんでいただかないと意味がないので、楽しんでこのエプロンをつけて、あ、これは引き締めて頑張ってみてください。ででん、首相と同じこの文字が入ったこの前掛けで、はい、で私もそこまでそば通、そばが好きなら食べるだけではなく打ってから語れということで、はい、どうぞやってみましょう。楽しんでください。はい、ここに福井県産そば粉を用意してございます。やっぱり地元産ですね。二八そばにしてあります。二八だから、そば粉が8割という。そうです。ふるいの入れながら、ふるいながらでいいですか。上はふるわなくてもいいですよ。下をふるってください。ああ、こっちはふるわなくてここ大丈夫です。このふるいの網目もまた細かいですね。はい、これ40メッシュです。真ん中辺ぐらいに入れてください。真ん中あたりに、はい、そうそうね、できるだけ手を濡らさない工夫をしてください。おお、難しい手つきはいいです。いいですか。OK です。はい、体を全体をぐーっと混ぜてください。ぐーっと混ぜ て、あー、そばの香りがすごく立ってきた。なんていうんだろう、何かに例えようがないというか難しいですね。そばの香りですね。そば、はい、の香りです。
この北緯38度線の線上にあるところは、はい、寒暖の差が非常に激しいところで、激しいんですか、はい、あの勝山とか大野、あのあそこら辺をずっと通っていくと信州も通っていきます、はい、でこういうので福井とか美味しい蕎麦の産地になっていきます。ぐーっとして、はい、あ結構硬い。いや大丈夫です。で今度は方向を変えてください。で頭からまた頭から少しずつぐーっと、でここから手で押さえていきます、はい、でこれを今度左でも右でも結構です、はい、約45度ぐらい、はい、もし左へ45度回したらまたずっと回していって、はい、難しいんじゃないですか、ね、後をつけるのは得意なんですけどもね。そばを打つ、手で打つ、これ大事な工程です、はい、これも一つのこの棒の動きと同じで手打ちそばです、はあ、これが手打ちそばです。これ疲れるよ。こう打ったとします。そしたらここを棒を持ってきて、ここからここまでの間を繰り返していきます。どんどんこう短くして、はい、棒一本ずつ短くしていくと止まります。これそば打ちですから、はい、でここで気をつけていただきたいのは、そば、はい、伸ばしをしない、伸ばしをしない、そば打ちをしてほしい。おお。また難しいこと言いますでしょう。例えばですよ、こういう形で、あ、伸ばしちゃう、こういう形でこうする、はい、これはそば伸ばしです、伸ばしでなくて、これを上から圧力をかけてしっかり上から上からこう伸ばしていっていただくと、はい、がこう伸ばしていく。うわー、もうこのね、力上から下にかけるでしょ、で伸ばさないようにするってこのか自分の体がね思うように、ああ。また次回して、で徐々に大きくしていただく、うん、巻いていきます、トン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 、そうです、そんな感じだよ、そうそうそう、はい、そんな感じです。もうちょっと力入れてもらって、はい、入れすぎると今度ビローンって伸びたら、ね、もうハサミで切らなあかん、はい、コロコロと優しくですよ、はい、さあここまで来ました。あとは切るというところですね、はいはい、こういう具合に置いてください、はい、ここに置くと危険です。包丁でこう切る恐れがあるので少し離しておいてください、はい、こう構えますね。左へこうっていって切ります、左へ行きます、切ります、左へ行きます、切ります、この繰り返しを続けてください、はい、ここで持ち替えて反対側をこうはたいてください、はい、ここ持ってここにまっすぐこう入れてください、はい、そうです、そうです、うまいです。だんだん包丁が下がっていきます。もう少し、ああ、そうです、そうです、 OK です、 OK です。すげえ、こうやっていい感じだ、出来上がっていくんだ、そばが、うん、さあ、なんとかなんとか、自分のそばを打って切るところまで来ました。どうでしたか、師匠。いやー、お上手、徐々に綺麗にされて、いやー、器用さに参りました。大したもんやと私はそう思います。本当にね、あの、ぜひ続けていっていただいて、はい、あの、そば打ち仲間としてまた普及活動にね努めていただけると本当に嬉しいと思います、はい、やることでもっと追求したくなる、でもっとこうしたらよかったかな、こうしたらもっと綺麗になるんじゃないかっていう、これが自分の中に芽生えますね、これね、はい、もうはっきりと分かります、ね、ありがとうございます、はい、あ、まあ、腕上がりましたので、どうぞ、今打ったそばです、どうぞ召し上がってみてください。待ってました、はい、私が、はい、さっき切った、打った、そうです、おお、若干太さにばらつきありますけど、これも愛嬌ということで、いただきます、はい、うん、いいですか、うまい。いや、今ね、飲み込んだ後もやっぱりずっと蕎麦の香り、はい、ものすごく強く残ってるのと、はい、それでね、若干太めの方が、はい、福井の場合は噛んで風味と歯ごたえと風味を味わっていただく、私もその、はい、あの、太めの好みっていうのもあるので、はい、ただ、細めだと喉越しがいいしっていうのでね、これはもう、はい、あの、個人差があるかと思いますが、はいはい、こうやってお自分が売ったお蕎麦も召し上がっていただいて、うん、堪能していただいて、でここの空間、はい、あの、貸し切りにしていますので、この空間で
召し上がっていただく、ご家族で召し上がっていただく、はい、ね、またお二人で来ていただいて、和気あいあいとこうお蕎麦を打っていただいて召し上がっていただくということも可能ですので、はいはい、さて蕎麦打ちの魅力、田中さんはどう伝えたいですか？そうですね、あの蕎麦を打ち始めた頃、うん、ただ一生懸命でした、はい、で、それがこうなんていうんですか、蕎麦の奥ゆかしさっていうのはね、うん、これはやはりこう人に伝える前に自分に感じてくる、こう蕎麦を打つことによってその健康面とそのお友達ができる人のつながり、そういったものがこうどんどん広がっていく、この魅力が足し算されて、蕎麦の魅力につながっていくんだと思います。さて、ところ変わりまして、こちらはケントの玄関口、ハピテラス。福井蕎麦博の会場となっております。福井県内のお蕎麦の食べ比べ、そして県外のお蕎麦も楽しめる会場、もちろん福井蕎麦打ち愛好会の皆さんも出展されています。開始と同時にものすごい来場者、すでに大にぎわいです。福井のお蕎麦、ここがすごいなって思うところある？美味しさ。県外の方にですね、はい、福井のお蕎麦やっぱ ここが違うんだって伝えるとしたら、ご主人どこがすごいと思いますか？まあ、この蕎麦の風味と、はい、で、まあ、おろしの辛さっていうのがやっぱマッチして、おろし蕎麦は美味しいかなと思います。こんにちは。お蕎麦どう？美味しい。美味しい。どんなお蕎麦食べたの？盛り蕎麦、うん、今日はどちらから？滋賀県からです。滋賀県から。福井のこのイベントはご存知でお見えになりました？いや、もう昔から来てるんで。あら、福井のお蕎麦ここがすごいぞってみんなに伝えるとしたら、ご主人が思うのどんなところでしょうか？まあ、大根おろし蕎麦ですね、はい、まあ、それは福井しかないから、うん、もし友達とか県外の人にやっぱ福井のお蕎麦ここがすごいよって伝えるとしたら、どこをしますか？いや、僕確実に味がやっぱり美味しいです。味が福井が一番です。さあ、会の方にお話を伺ってみましょう。お疲れ様です。はいはいはい、無事開催できて何よりです、はい、会に入られたきっかけはそもそも何だったんですか？あのね、一番最初見た手打ちそばが、はい、あまりにも素晴らしい。でも嬉しいね、このね、大変な時に来てくださって、うん、美味しい、必ずお客様、美味しかったよって言ってくださる、うんうん、それが嬉しい。嬉しいですよね。今日の蕎麦打ち職人さんです。お疲れ様です。あ、どうもありがとうございます。今日どれぐらい打たれたんですか、お蕎麦の量として？そうですね、 1.5 キロを6回。そうですね、 1.5 キロで23人前ぐらいなので、はい、それの6倍、120人前、はい、ぐらいは打ったかなと思います。いや、ちょっと腕疲れてません？大丈夫ですか？いや、大丈夫です。日頃ですこれがありトレーニングもしてますので。さすが職人さんです。田中さん、今後目標などいかがでしょうか？うん、そうですね、もう少し福井の知名度を上げるためには、みんながもっと美味しいそばをアピールできる、うん、この場を実は作っていただきたい、はい、福井県民がここにいるぞというような感じをね、やっていきたいと思います。その第一歩でも二歩でも少しできたらと、協力できたらということで、もう大いに私たちを使っていただいて、はい、この福井をアピールしていきたいと思います。はい、そうなりますと、やはり道場に通う人も増えてくれると嬉しいですよね。はい、あのこの福井のこの地、特にその越前そば道場っていうのは、このそば打ちの方々の中ではそば打ちの聖地ということで、うん、皆さんに知れ渡っています。はい、でそこでね、あの越前そば道場の方に来て、自分で、楽しいそば打ちをして美味しいそばを召し上がっていただけたらと、そういう具合に思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今回は福井そば打ち愛好会の皆さんに始まり、この福井そば博イベント、さらにはそばの味わい、そば打ちの魅力まで含めてお届けいたしました。今や我々福井県民は日本一そばがうまいと胸を張って堂々と言えるはずです。その味わいだけでなく、そば打ちも始めてみましょう。それでは皆さん、これからもやろっさ福井。